あと20連だけにしときましょうっていうところをす、ね、まあ出ても出なくても。わかりました。終わっちゃいます。準備完了です。素晴らしい。お3枚。カモン。うわー。こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は第2回目ですね。視聴者さんのライブデッキ相談やりたいと思います。で、今回のゲストとして、モンモさんに来ていただいております。モンモさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイッターのモンモンです。ということでですね、デッキ相談始めたいと思うんですけど、はい。今日はどこをやればいいんですか？そうですね、まず野手で今、ジャギの35を当てたので、はい。まあ、北斗高校をどんどんやっていきたいなという段階です。わかりました。じゃあちょっとボックスと今組んでるデッキを見せていただけたら。はい、そしたらまずデッキ紹介させていただきますね。はい、お願いします。今お見せしてるのが、ジャギのフル角を借りるっていうパターンです。なるほどですね。ああ、なるほどですね。ここは上限なしにしてミート6を目指す。これジャギ借りるってことは勝負師は捨ててってことですもんね。そうですね、勝負師パワー上限を捨てるパターンですね。なるほどですね。こうなるか。このデッキって結構技術しんどそうですよね。いや、今まで回した感じは特に技術足りないってことはなくて。あ、そうなんですね。結構打撃のタッグがどんどん入る高校なので。面白い。わかりました。これが今の一番いい方ってことですよね。そうですね。あとはもう一つアミティを借りるっていうパターンもあるんですが。わかりました。したらちょっとボックスの方を見せていただいて、もうここでちょっと7位をタップして誰か入れ替えるみたいな感じで見せていただければ。まあ基本の方は多分今組んでたやつでいいと思うんですよ。はい。で、今一番いい選手ができてるのが違う方の方だったので、ちょっと僕もそれ自分で試してどっちがいいっていうのはそれからまたってことにはなるんですけど、今のところはこの今開いてるデッキでよくて、外野やるときは寺道だなくらいで、思考やるとき変えましょうぐらいで、正直今のところ変えなくていいような気がしています。しっかりと組めているのでデッキが、なんか僕がなんか無理やりにいじる必要が全然感じられない。たくさん動画見させていただいている中で、まあ、この一体ですね、この社長を使うかどうか。ああ、なるほどですね。ここが悩みどころです。なるほどなるほど。僕が見てる限りはデッキの組み方も完璧ですし、特にこう何か変更する必要はないような気がするので、サクセスに関して何か聞きたいこととか、まあ、どうしたらいいですかねみたいなのがあれば、それをぜひ話できればいいかなと思います。了解です。はい。中途半端な練習を踏むか踏まないかすごい悩むことがありまして。ああ、なるほどですね。まあ、何百点ぐらいの経験点を持って踏むか踏まないかを絞ろうかというところです。すごくいい質問ですね。まあ、アンサーはケースバイケースになっちゃうんですよ、結局。例えば、セクイチの、まあ、4ターン目とかっすよね。ダブルで、だいたい経験点が150点ぐらいしか出てない時とかは、まあ、序盤なので、バンって踏んで人数減らしたいんですよ。ざっくり言えば、セクイチはだいたい踏みます。セクイチは小さくてもだいたい踏んで人数減らして、まあ、打倒まで持っていく。はい、形の方がいいと思います。あとはこのシアンが囚われた練習を最優先で追っていくべきでしょうか。はい、これも同じ回答になっちゃいます。どうしてもケースバイケースです。ものすごい難しいんですよね。やっぱりさっさと救い出してこうデートの選択肢増やしたり、ラブパワー取れるようにする方がいいって方もいますし、正規マスタックで飛ばして取るっていう方はかなり少ないですけど、無理にこう肩とか守備に寄っていくような動きをするのもどうなんだろうっていうところですよね。なのでこれに関しては正解ないと思いますね。もうそこはもうサクセスをしていって身につけていくものですから。はい、と思います。本当に、例えばじゃあどういう時にそこを踏むのっていう回答としては、誰かがそこで、びっくり出しててコツもらえるとか、はい、こうなんか踏んだ時にプラスアルファのこう恩恵がある時は踏みに行ってます、僕は。まあ、例えばケンシロウ突き刺すとか、わかんないですけどね。はい、びっくり出てます。イベキャラがたまたまそこに3人並んで踏んだら
その敵キャラが飛ばせる数が多いですとか、そういうこういろんな何かプラスアルファがあるときに行ってます。まあ、全くこう無風状態の練習でどこにも行くところがないとかね。よくあります。はい。なので例えば無風状態だけどメンタルで佐伯が光ってで体力回復できるみたいな時はやっぱメンタルに僕は寄っていくような動きをしますし、はい、例えば何でしょう、また世紀末は起きてないけど走塁のところで誰かがびっくりしてるなみたいな、はい、時はまあ走塁の方によるんじゃないのかなというふうに思いますけどね。その辺は本当に何でしょう、好き嫌いもあると思いますし正解はないので、ぜひご自分の思う方向に進んでいただければ。そのタックの点数が低いっていうのは何点ぐらい目安になるんでしょう。基本ダブルタックだったら低いっていう感じの印象にしてます僕は。3人寄ってたら、まあ、特にこのデッキだと5人ですし選手キャラが、はい、まあ、3人寄ってたらもう踏むって感じですね。2人だと考えるぐらいの感じです。大丈夫かな、もう全然デッキ作ってないけど。いやもう本当にでもこれが最適解だと思いますよ僕は。ありがとうございます。僕もこのデッキで、まあ、昨日と今日 PG6 作れてるので、もちろんそのデッキパワーの違いとかはあるとは思うんですけど、このデッキ本当に信じていいデッキだと思うので、はい、了解です。頑張ります。ぜひこれで突き進んでください。はい。他に何か聞きたいこととかあります？そうですね、あとはジャギーが今35の覚醒後の状態なので、はい、絶対に引きに行けるって方は引いといた方がいいかなって思うんですけど、まあ、僕無課金のアカウントしててその時にかなり痛い目見て学んだことが、はい、まあ、無理はいけないなって思いました。うーん、なのでもう SR 引けてれば今回はいいかなっていうふうに思ってます。やるんだったら、まあ、じゃああと20連だけにしときましょうっていうところですね、まあ、出ても出なくても、うん、1周目終わりってところ、ね、そうですね、もう深追いはしなくていいと思います。わかりました。追っちゃいます。追っちゃいます。いやちょっとこの通話の後にでも、もうむしろここでもいいですけど、はい、え、いいんですか回して。あ、いいっすよ、全然大丈夫ですよ。さあ準備完了です。素晴らしいです。まだリンを持っていないので、はい、ここを狙いに。OK です。で、PSR はジャギでいきます。はい、OK です。じゃあ引いていきます。はい。3回目。すごいな、でも本当もう遠隔でこんな人のガチャとか見れるんだ。そうですね。すごいですね。わ、SR1 枚も出ない。わー、つらい。シン。つらいですね。シンとか出てこられてもそもそも SR がいないって事態になるんですよ、初めて北斗キャラ引く人は。そうですね。で僕これドツボにハマって本当に PR のシンとかあのサウザーとかいるんですけど SR いねえ、そもそも無課金アカウントみたいな。まあ強化されてからのガチャがね。そうですね、ようやく引くので間違いないですね。さあ、じゃあ4回目いっちゃいます。お願いします。さあ、お願いします。頼む。頼む。緊張しますね。僕まで緊張します。お、3枚。カモン。うわー、ましたー。これ嬉しい。いやー。めっちゃ嬉しい。これはこの後の闇が見えてきた。いや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 、光光めちゃくちゃ光ってますから背景も。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。いやこれオンライン飲み会とかで流行りそうねえ。僕ら発信で配信者パワーをお借りしました。すごい。あ、トキいいっすね。強すぎちょっと神回じゃないですか。神回でした。いやリンは SR の母体も持ってなかった。これはすごい。これはおめでとうございます。スクリーンショット失礼します。いえいえ、もう神回じゃないですか。神回でしたね。もう完全にガチャガチャガチャじゃないや、デッキ相談会吹っ飛んだじゃないですか。
こっちメインになってしまいました。いや、いい方向の放送事故が起きましたね。もういい結果になったから本当に良かったということでですね、今日もどうでしたかっていうよりはおめでとうございますみたいな感じの締めになっちゃうんですけどいやもうこれはもう大勝利と、なんかこうこの企画何だったんだろうと思いながら大勝利と、はい、いうことで、敵相談会ではっていうところがありますけど、そうですね、はい、というところだったので、結構こうやっぱり僕の動画を見てくださってたりとか、まあ、他の方、他の実況者の方の動画とか、まあ、Twitter とかでいろんなところできっと情報収集されてしっかりとこうデッキが組めていたので、今回に関してはこう僕が何でしょう、デッキを変えるっていうよりはまあサクセスこうしたらいいんじゃないですかねっていう話と、まあ紙引きという回になりました。おそらくね、今後もこういう形があるかなというふうにも思っているので、次回の方もね楽しみにしながら、僕が何かアドバイスできればいいなと思いながらまたやらせていただければいいかなというふうに思います。ももさん、今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。また次の相談会でお会いいたしましょう。さよなら。はい、さよなら、ありがとうございます。